なんか変やなと思ったらね、あのちょっとね、あのあれでした。あトウ、あなんでトウ、俺が昨日からずっとやってるの、ね、いいやつが手に入らんやわ。だからですね、やってるんですよ。今日ね、なんかね、今日、うん、今日何？よしよしよし。なんで？なんでいい加減に伝われよ、もう。昨日からね、あのちょっとね、ずっとやってるんですけど、なんていうの？いいやつが手に入らないっていうか。いいやつが手に入んないんですよ。いい人が手に入らないですよ、そんなね。ねえ、いい人がね、放送見るで、ね、これがインステータスじゃないのかい？防御力109、攻撃力130。まあ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 、インステータスちゃインステータスやな。ね。まあまあのステータスかな、これね。ちょっと待って。待って待って、みんな。どれがいい？このステータスでいい？いい？だって、もう一回見せるけどさ、このステータスでいい？どう？どう？どう？このステータスでいい？まあいい、このステータスで。どう？普通だよね。もう HP が160。まあとりあえず、とりあえずもう一回やってみましょう。もう一回やって、もう一回やって、もう一回やりましょう。もう一回やって、もう一回やって、なんかしましょう。もう一回やって、もう一回やりましょう。もう一回だけやりましょう。またね、こう、さ、いいやつが出てくるんですよ。なんかマックスみたいな。もうキラキラーンってさ、上、全体がグッドみたいなやつが出てくるみたいです。全体がグッドみたいなやつが、正確25体、26か25体ぐらいいるんですけど、もう性格がね、あれも厳選すればよかったかな。
まあ、サンダースはね、厳選する間もないわな、多分。ほら、スピードスターじゃおるか。いし、来たよ、来たよ、来たよ。レッドビーム。くそー。ほら、いし、はぶけてた。いやこれがもう一回来たらダメなんで、回復をしていただきたいな。もうちょっとさ、攻撃力上げといた方が良かったかな。防御とね、まあ、レートビンゴが早いか、やっぱり。チョイース。いいの来てくれよ、頼むわ、ほんとに。昨日もさ、ずっとやっとってさ、いいの来へんかってんな。何回もやったん？十回ぐらいやってさ、いいの来なかったんですよね。いいの来なかったんですよ。いいのが来なかったんですよ。風邪見ながら。ほら。よし、OK。いいよ、来なかったんすよ、そういうね。3個までが限界みたいで、え？なんで？どう？あれ？防御高いよ、これ。こいつ、多分。多分、防御高い方がいいんですよね。いい加減にしなさい。あなた、いい加減にしよう。神妙につけ、おい。と。全然神妙に使うんやからな。さすが。フリーザって、フリージオか、これ。フリーザじゃなかった、フリージオやな。フリーザ？いいの？わかんねえわ。どのチェーンだよ。神妙に、え？無駄やし。トゥーうわぁ。よし、今回は結構早いぞ。どうだったんだ。いってらっしゃい。何が起きたのか。よし、フリージョ行きましょう。様子を見る。今回は、お、攻撃力、攻撃力、あれ？どうなん？攻撃94、防御力が、え？防御力120。
そう、ダメじゃん。ダメやん。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとさ、これでいいか、これで。これでいいわ。ん？もうちょっと、もうちょっとかけてみるか。もうちょっとかけてみるか。あの、もうちょっとかけてみて、もう次にいいやつが来たら、もうこういうのはね、引け目が肝心ですから、もし素早さに、ちょっと待ってね。引き目が肝心ですから、もう一回やって、フリージオのさ、あんまり意味ないと思う。スナスッポを打っただけでは意味がないと思うが、うらうわ、何？赤ってスピードが弱いとかそういう問題？それやったら、赤って何？これやったらちょっとさ、青とかが一番いいみたいな感じですかね。青とかが一番いい。赤とかあったらあかんのかな。まあ普通でいいかな。普通のやつが一番いいよね、やっぱり。まあ、偏ってないっていう点では。何という点ではいいよね、普通が。電光石火行くか。電光石火行け。よし、こっからだぜ。バックで。ほい、通るかい、通る。
元気がよろしい。うん、元気がよろしい。あのね、俺の、ね、名字と名前をね知ってしまったそこの方、あの本当にあれはね、あの風呂の事故なんで、ね、そう。そうそう、俺本人を知ってる方どのぐらいいるんですかね。名前だけで俺って分かる人いるのかどうかっていうんですね。まず本当に元気がいいですね。あ、違う、真ん中でって真ん中ちょ、下手くそやねん。すげえ、なんかね、投げ方がいまいちわからんでんね。うっ、投げ方がさ、なんていうの、動かれ、真ん中から動かれたら全然投げ方としておかしいんだよね。全然ダメなんですよ。うわあ、くそー。7発売の。あともうちょいじゃん。あのね、あれです、スマッシュブラザーズやりますんで。金曜か。皆さん、よろしくお願いします。スマッシュブラザーズもやりますよ。スマッシュブラザーズはちょっと発売よりちょっと遅れるかもしんないけど、うん、今の捕まってもいいやろ。本当にもう大変やからこっちは。ねえ、見とる方もね、ちょっと何やっとんねえこの人みたいな感じが。うん、統一してくださいね。俺のね、名前は本名を出してしまったんですけど、ブラックホワイトですよ。あ、ホワイトブラックでもどちらでもいいゲーム。うん。そのどっちかで統一してください。どっちかで統一してください。あー、ちょっと待て。ちょ、待てよ、これが。どっちかで、あのね、本当に統一させていただき、統一、ほら、と、ああ、ダメだわ、捕まりにくい、展開のフリージオ、と、あのね、サンダー、ホワイト、まあ、この三人の他に、ね、俺、殿堂入り早くしたいな。お、えい、どうなった？
はい、どうなった？誰だ？違うな。攻撃力と素早さがちょっ、ん？攻撃力はいいが、これ素早さ、素早さがあかんな、これ。ちょっと待って、待って。全然聞こえんよ。もっと大きい声しろよじゃん。みんなノリス氏の部下だったから、大事な死者の最中に席を立つことはないと思ってね。めっちゃちっちゃかった。ノリスさんを殺す動機を持ってる人物に心当たり。心当たりがあるんですね。いや、ありません。いけませんよ。私は商売が疑問を抱いているのか、他にはまだ聞こえません。まず、女の相手は、彼の会社の宣伝用に我々が雇った若い人で、カニアベイカーです。どれがいいんか、いまいちわかんねえんだけど。下げて。おお、うる。すげ。電光石火持ってんのかよ。電光石火持ってるんなら、頼むぜ、本当に。
あ、これはいいみたいな感じですかね。ちょっとね、厳選する前に見れるの、捕まえる前に見れるの。今日、あ？ああ。トゥー。ん？トゥー。トゥこれは特防？特防と攻撃力。これいいわ、もうほんと特防と特防？もうこれでいいわ、もう。はい、これでいいです。あ、これでいいです。えい、はい、皆さん。長らくお待たせしました。これでいいです。ね。よし。もう帰りたいので。うん、まあ、特防。この仕事してますとね、他にもいろいろありますが、なんつっても一番楽しいのは面白い人に会うチャンスがあるということです。さて、5年の間に宣伝の進路を根本的に変えちまった人にお会いしてるし、いや、実際には3年間、重大な変革はそこにもある最初の価格、隠れた人間の動機が出版された後だ。うわ、ボケてる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 。ボケてる、なんでや。よし、オッケー、気になったぞ。
よし、皆さん。よし、ですね、まあ、とりあえず本当の薬を切り捨てのよし、OKOK、OK, OK、行くぜ、行こう、行くぜ、これで、まあ、でもいいかな。1日かと思った。1日早かった。よいしょ、よいしょ、よいしょ、やってみますよ。いいやつが手に入ったんじゃないかなって思う。いいやつが手に入ったんじゃないかなって。さて、さて、実況取りますんでね、スマブラね、スマブラ買うんで実況取りますんで、スマブラもね見てください。はい、実にスマブラはねむっちゃ楽しみですよ。スマブラ小さい画面でやらなあかんの？いやー、だから、ユーゴってやるときは、なんだっけ。ユーゴとやるときは、でかい画面でいいよ。実況撮るときは小さい画面じゃないとかね。オレーよいしょ。なんで押せないの？
し、うそでいいです。ああ、ギリ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 、よっしゃー、来いやー、ぽいやだー、いやー、そんなに強くしないでよー。あれで、そんな強くしないで、君。あ、もう風でもいいか、風でもいいからな。あー、やばい、やばい、これは冷凍ビーム来るから、これなんとかしてくれ、エアスラッシュ。やった、引けるんだ、よかったぜ、引けるんだからよかったものの、沈んでなかったらあれやん、普通に安いんですよ。5万ドルと思ってんですかね、ケップリ先生。うわー、これ戦うべき？いいよ、戦おうぜ。戦おうぜ、イエイイエイ。同じやつになるんでね、痛い、ヒロミが食ってまう。終わってるやー、おかしくね、したんとかおかしくね、だってこれおかしくね、硬くね、だいぶ硬いんじゃねえ。うえいっす、でさ
よしよし。うわぁ、硬いんじゃねぇ。マジンコセッカか。死んだ。回避。やばいかな。硬いんじゃねぇ、これ。マジで。硬いんじゃね？イーブイのあれゲットした。EV のあれゲットしたぞ。よしと。よしよし。リーフの石ゲットですね。
ポップコーンの写真を1コマ映画の中に繋いで入れて普通の速さで回すと見てるお客はそんな写真があったから気がつかない。そうですよね。その通り。だからみんな出し抜けにポップコーンで食べたんです。そういうわけです。全くすごいこと。本人言うとある劇場ではポップコーンの売り上げが倍に増えたんですね。この方法は一切だと考えたからな。その点は残念ですが、しかしすごい相手には違いありませんよ。とにかく僕の研究に熱中して捜査を進めないから協力してくれますか。はい。え、どうするんですか。先生のうちは解釈できますか。このノートですね。これも同じやつ。ああ、こうか。寝室の鏡に貼り付けて、もう一つどこだろう。車のフロントグラス。あとの一冊がポケットに入っている。読んでみる。これどう？なぜノイズしないの？はい、これ痛いんじゃない。痛いよね、やっぱり。よし。全然このことは好きなんですか。何も思いつきませんか。一人の人物が被災中いつ席を立ったのか予想できるはずはない。何なんて言うの。いや、人間の行動など動機などに詳しい先生があるとそうですね。確かに難問ですね。目印を消した人物はビルの外から侵入したのと僕は信じてるし、その人物についてもすでにお話ししてある。でもね、どうせあくまでビルの中にいた人物ということにしがみついて論じてると、正直言ってがっかりしました。あの潜在意識に刺激を与えるカットの時代を先生から分かると感じたんですよ。絶対ないけど、ない謝ることはないですね。謝るのはこっちの方だ。この際、発表してみましょう。あなたは物を盗んだ。自分は盗んだって。いや、大したもんじゃないけど、実は事件のあった場合に腹が減ってましてね。あの日にキャビアが出てたんで、勝手にいただいちゃったんです。どうもすいません。お好きな。そうなんですね。ところがですね、うまくなかったんです。出荷しみたいに。食べた時は感じなかったので、後で映写室に1個当たったら、もう喉が渇きましてね、水が欲しいって言ったら、アイスティーくれました。あんたなかった、そのやめて、痛い。すげえ、すげえ強いな。さすが。細胞ホイル。つまり、私がキャビアを食べて喉が渇いたんだから、ロイスさんはどうかと思って、それで解剖させたんです。痛い。ロイスとキャビアを食べたかどうか、考えるのは嬉しくない。いや、いかがですか。大量に。オーブン。うわ。こうやって新しいデータも出たことではあり、この点についてご意見があると思うんですね。つまりある人物が喉の渇きに、そこに冷たい人間のような問題意識の深いカットを与えられて、言いたいでね、席を取って、セットを取って、そして耳の奪いで生きられているんですが、
さい。回復してこりゃよかったと今さら思う俺でした。そしたらね、このこれもいらないんですよね、やっぱり。何か有力な裏付けがなくてね、裏付けすると冬に変身した後。うわ、やべ。そうだ、あとまだどう調べたんすか。うわ、生き返らそうかな。あとはないの。ああ、残念です。アイデアがなかった。だからプリントが2本あった。プリントが2本。これは良いとこ。僕だったら第二のツイートを使ってるな。もしあれば事件を解決だ。でも第二のツイートは出ないと思うんですよ。でも理由はこの件の犯人の知能から出てそんなあからさまな証拠を残してるはずがないんですよ。もちろんあらゆる現像ではチェックしてますが、犯人は自分で現像してるんだと思うんですよ。せっかくの推理が欲しいからですな。いやー先生、本当にありがとうございました。いつでもどうぞ。失礼です。以前の農家さんが、はい、ショップのお電話です。2番ですから。2番でどれ。2番です。楽に行けるよ。一分待ちには関係ない。あ、死んだ。あ、死んでなかった。ビビちょっとね、待って。ナンバーをコンピューターにかけてみますか。
登録された所有者はリクター・ノーリス。よし。リクター・ノーリス。ノリス夫人を呼び出して支配人に面倒しをさせてみてくれ。やれやれ。どうだね。もうこうなっては僕が口を出す余地あるまい。子供見るところ、どうやらこの事件は目処がついたようだね。あの奥さんじゃない。君の強情さには驚くほかない。これだけの事実があるのにかね。夫人とホワイトが逃亡してノリスを殺したんだ。私はそうは思いません。それなら僕は自分の幸運に感謝するね。幸運って何です？つまり殺人の時間は7時半以後ということさ。僕は7時半以後は編集室から試写室までずーっと君と一緒にいたんだ。これがなかったら容疑者としてまだ狙われていただろうな。私は容疑者だなんて言ってはしませんよ。まあいいさ。とにかくこの件では僕の身を守るべき唯一の武器は一つの事実だ。君が僕のアリバイとなったのさ。これはちょっと崩せませんね。ちょっとでも不可能だな。君帰りの車なんとかなんだろ。もちろん。よし、それじゃ失礼するよ。さっていくか。もう一回行って倒すっていうかねえ、キョッ、あー難しかったよ。よいしょ。どこへ。ゴルフの経験はないらしいな。ボーリングは少しありますが、ゴルフの経験はない。アドレスに入った時には周囲は静粛にするのがエチケットなんだ。ああ、それじゃ打ち止まった。いや、少しだけだ。どうもすいません。私のせいなの。ローカウントに。いや、元気なんじゃないかな。こんなところまで何度か。いや、別に休業じゃないんですが、クラブハウスに着いたら3時間は帰らないっていうことなんで。せっかく来たんだから話したら手が聞いてもいいのね。なるだけ簡単にお話します。カニア・ベーカーっていう子の子を知ってる。その子が見つかればドイツ夫人に電話をしたボーイフレンドの本に辿れると思いましてね。自職さんと思って。どれに聞いてもダメだね。そのベーカーさんが会ったことないな。彼女はノイズの会社の宣伝用に、パワータイプか、これ防御タイプですね。そりゃ変だな。何が変だ。ガウロン彼女は殺人の前日旅に出てる。航空会社洗ったら彼女はリスボに飛んでて、そこのホテルに泊まったのか。こんなとこに呼んのか。問題は簡単に片付くんじゃないのか。もっとただ国際電話かけるだけだろ。かけました。ベーカーさんは捕まったかね。はい、捕まりました。じゃあ、新発見は何もなかったんだろう。目ぼしいままね。でも先生のことは知ってましたよ。キャー、助けて。今がいいですね。距離はともかくまっすぐ飛んでるの。おい、君、かったりはやめたまえ。僕と接したこと言ったことないよ。ねえ、その時は確かにどうなんですか。で、私、不慮の懐かして。見つかってよ。料金先払いの電話して。彼女を受けてくれた。アボルドまで車で行きましょう。
眠ってしまったじゃないか、君。翼で、あの、もういいか。おい、おい、きついぞこれ。あんたもう眠れ眠れ眠んなさい。うんさ。さあ、何にも。よし。ああ、急所に当たりあった。また戻らなきゃパターンかな。これ寝れる。あ、格闘タイプはダミアンだ。
よし。はい。うわ、下に降りれる？はいよ。はい、して。ねえ、ケーブル。バッジを散らすとして、ビルに入るのはまだその、大丈夫かしら、叩きそうですからさ。大阪に入る。見てください。はい、この作品は、まだノリスの会社のものですが、しかしお宅の会社の要求にぴったりと思いますか？楽しみにしてきたんですよね、君。結構ですね。出まして。あれ？あれ？やっと証拠がつかめました。なんで？あれ？22口径と45口径にも近いと。これでうちの監視でも見事に騙されたということですね。遅い。転換そう。これ考えるか。しかも何分もやってね。なんで。あれじゃ凶器は少なくて何でだろう。よう譲り出そうと思ったな。まさかのことだね。帰るとはね。いや、あの角を使ってみよう。あ、まだ入れましたよ。私の会社にね。実は昨夜ここに来てたくさん取ったんですよ。なんとか小腹が空いたんですよ。おいしそうやるよ。よいしょ。夢のうちに連動して今朝のフィルムに投げ込んだ。今まで君に殴るな。僕の手を利用したからこそ解決しよう。そうなんだ。メディア感謝状を差し上げたい会です。よし。頼むよ。はあ、めっちゃおるじゃん。なにこれ。なんなのこいつ。な、割れやって。
じゃん。で、おいしょ。バカ力から技か。はい。なんだろうね。眠りすぎやろ。うわ、やべやべ。
無理。よしよし、よしよし、びっくりした。戻ろう。うん。よし、戻らん方がいいな。よし、しょうがない。戻らんと行くか。
お、なんやこんなとこにおんのかよ。ね、こんなとこに。残ったぞ。チャンピオンロードのとこにある。さあ、ウェイウェイ、ありがとうございます。ウェイ、ありがとうございます。ちょっとね、ウェイ、ありがとうございます。かわす、あー、特防、ダイヤさん、アイスアイス、倒せるのが微妙ですけどね、今。はい、リタイア。
痛いやん。でですね、こいつにかけるしかない。よし、こんなとこにいました。やばいっすよ、ゲットの中にいるんですからね。いやー、押してつき吸い抜いている。だが雑技をする。はい、ねえ、エネルギーされた。なに、ズツキが勝つ。おい、来た。あ、でもな、あの、これもらっても、もらってもっつうか、意味がないんです、多分。なんかよ、しかってよくわからん。あれ？しかってよくわかんない。うん、しかってよくわからん。赤いなんかあれが出た時じゃないと、そう、赤いさ、うわっ、ファイヤーが一番捕まえにくいんじゃないか、よく考えたら。ファイヤーだもんね。フリージョとか3台。あれっぽい性格やな。だからね、ほい、うん、こいつは本当に間違いですね、多分。一度捕まえてみますが、絶対違いますよね。もうピコーンってなった時がね、一番いいんで。待って。ゴールが。ちょっと待って。ピコーンってなった時が一番いいので。赤いさ、なんつうの、一応捕まえてみますが、あんまいいステータスではないと思います、自分的に考えて。
そういや、あの、フリージョとか捕まえつきゃいいんだよね。忘れてた、忘れてた。これですね。これですが、まあ、強いやつじゃないと思いますよ。ほら。あ、まあ、普通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 かな。うん、普通やな、これな。普通なんで。うん、セーブしたよね。またさ、これ。セーブしてなかった、最初からだからね。多分セーブしたと思うんですけど。まあ、セーブしましたよ、ね、よし。はい、セーブしてました。ですね。バックから。よし、回復ずつ、ぐずいを。よし、やって。ほい。あぶーい。いやー、俺、どれが好きかな、一番。サンダーが一番好きかな。まあ、電光石火で、うん。レース上げても関係ないから。銀行石化なら、たぶん。硬いな、でも。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ありがとうございますよ、でも。こんなもんね、満タン薬。はい、ありがとうございます。熱風ありがとうございます。さらにダメージありがとうございます。電光石火です。頼むぜ。ほんと熱風ありがとうございます。死んでくれてあれです。やめてよ、こういうのね。あ、3体入れようと思って。普通にあれやったわ。フリージョ入れようと思ったら全然あれやったわ。普通に戦った。はい、ありがとう。ちょっと待って、厳しい。まずとどめさせるかな。早く来てほしいんやけどな。さて、月を食らわしましょう。
ぐっすり寝とる最中にですね、この土をね、あー、ロザリオ見たい、見たい。3回が限度だったと思います、あんまり。よし。ミノル効果とかね。はい、終わりました。ないです。はい、終わりました。逃げて、ちゃうわ。逃げて、これか。あのね、ぶっちゃけた言ったところね、もう強いかどうかっていうのは、全くわかんないんですよ。いいのか悪いのかっていうのもね、全くわかんないんですけど、はい、まあ、捕まえてみないとわかんないんですけど、俺の持ってる限りでは、なんだ、このあたりかな。並び替えを、一匹でしょうか。強さを見るで、まあこんな形になっております。特防ん、まあ特防と攻撃力は一心同体になっているので、おかえり。ばあちゃんな。山口さんは明日で退院だ。退院とか転院や。どうなんやろう。ちょっとそれを言いかけた。うせる。ちゃう。おかしいやつな。ちょっと怒っとった。心配でございますけどね。なあ、聞いてもらってますか。うん。大丈夫。他の人も怒ってたらあかんでしょ、今まで一番怒ってたけど、おかしい、おかしいって言って、おかしいなんて、まあ、やっぱり風邪やな、うわ、ゲスに行っている。だがれ、トビームペイ。あ、僕
ミロウコート。あー、冷凍ビームでもあんま効かんか。しかし見ろ。え？このタイプやぞ。このタイプに冷凍ビーム効かんとか、ある？普通。アレグリアさんって言っちゃ、うーん。え？嘘。そうね。ねえ、冷凍ビーム効かんかい。じゃあねえ。この。あれ？こいつに頼るしかないってことですね。冷凍ビーム効くと思ったんやけどな。あれですからね。解放者。耐えろよ。耐えてー。うーん、耐えたよしあし。あ、そっか。炎には冷凍ビーム効かんわ。つまり、冷凍ビームしたら、多分、あれですね。溶けるから、効かんわ。水が一番効くんですよね、確か。か、炎タイプはね、ほんと効かんやつとか多いからな。一番多いんじゃない？え？おわい、よし。よし。おらえ。おらえ。ほら、こっちに頼るしかないのか。目覚めたか。まさかの目つなめてた。やめろ。やめてくれ、やめ。まさかの目覚めてた。どうにかし、どこせっかになんか、ならん。炊いてー！よし、炊いたー。よし。次の電光石火で終わる。よし。ねえ。このタイプに、氷タイプなら、じゃあ、紙一重で効くな。無理ですね。無理ですね。はい。無理ですね。コーンってならない限りは多分無理じゃないかな。うん。捕まえても無理じゃねえのかっていう。ね。ピコーンってならない限りにはちょっと。ちょっとやばいんで、ちょっと回復、あー、そっか、回復していってもいいけど、ちょっと洞窟抜けで、
まあ、勝てるかな、どうなんやろ。超ギリ勝てるみたいな。ん？はい、電光石火。まあ電光石火で最初はいいですよ、これ。電光石火で。微妙これなんか満タンが好き。これが終わったら当然戻るので、うわしか、よし来たー、完璧なあれやん。なんかアンパンはあまり苦手。アンパンマン嫌いなんだね。とりあえずスカウトしてみる？こういうの見た、ああいうの無理じゃねえ、これ生えてきた。映像で無理の、の駒を入れとくと、それもな、今の無料とってやったらいいじゃん。うわ、ああ、アトリエもね、見てください。アトリエはねこれ以上に少ないんですけど、やってる量が、でもアトリエもね、どうやったらね、俺の動画見てる方は上がれるんですけど、声優の名前を入れてください。そうすれば絶対に出てきますんで。あーやばい、よいしょ。よし、これがさ、いいのか悪いのか分かんねえから、多分ね、あんまりそういいやつは出てこない
ないと思うんですよね。そうなんですよね。強さ見て、素早さが、ん？素早さが、ん？あ、防御ベリーグッドじゃん。防御ベリーグッドで、素早さが赤やから、あ、そっか。防御ベリーグッドなのか。これでもいいけどさ。やっぱあれですね。ちょっと、こういう形にしたいよね、みんな。あ、やば。そうそう。こういう形にしたいよね、みんな。ちょっと偏ってるようで。偏ってないなぁ、みたいな。こういう形にしたいんじゃないかな。あ、もっといいやつがあったかもしんないけどね。これに時間かけすぎると、あれですから、ほら。こんな形なんですけど、どう思います？これと比べて。ちょっとこれの方がいいよね。性能がね。だからちょっとね。スピードがね、赤やった場合、赤ってさ、ちょっと開かない、いけないいう風になってくからさ、あれない。ちょっとね、また、また今度かな。また今度にしますね。どうなってんだろう。あれ？なるほどね。って言ってもね、今度がいつあるかわかんない。でさ、どうしていくべきなん？
これ どうやって行くの？絶対ここへ行けないからさ、どうやって行くんだろう。わからないっす。わからないっす。わからないっす。